ついにですね、なんとゲーム実況がね、やっとできるようになりました。やったーね、みんな見て、みんなほら、何見ればいいかわかんないね。うん、そりゃそうやな。ね、今ですね、機材がほぼここに手元に入ったっていう感じなんですよ、現在。はい、で今日はちょっとサムネイルにもなってるんですけど、予告、ただ予告するだけの動画で、これからね、今からどういうゲームを実況していくかとかは全部今から言うので、ちょっとなんかこのティアキンでもやりながらね、ちょっと本当にゲーム実況ができるかどうかも試し撮りをしながらやっていけたらいいなと思います。じゃあ行きます。あとですね、ちょっと今もしティアキンが全然できないよとか、やったことないよって人は画面見なくても大丈夫です。はい、画面見なくても大丈夫なんで、話だけ今回聞いてくれればいいだけです。今日その予告について話すつもりなんですけど、ゲームまず予告じゃないな、これ最初報告動画が報告動画で、ただまずゲーム実況はね、ほらこうやってできるようになりました。皆さん本当にイエーイ、できました、できました。でですね、ただまずその報告が1点だけ、とりあえずこの報告が1点だけで、予告がですね3つあってですね、まずまあ最初にいろんなコミュニティかなんかでね、俺いつもやりますやりますとか言ってるくせに全然やんねえじゃねえかっていうぐらいやってないピクミン4をついにやります。はい、ついにピクミン4やります。やるんですけど、まずピクミン4の実況やります。でこのゲーム実況の次の日に一応ピクミン4の動画撮る予定で、この動画どれぐらいの動画になるかな、何分ぐらいになるかな、5分ぐらいでもいいか別に。とりあえずゲーム実況はまず一番最初のやるゲーム実況はピクミン4。みんないつもやる言うて、ちょっと大丈夫、近くない、なんかドラゴンごめんね、関係ない話して、ドラゴン近っか結構。でピクミン4をやります、本当に。で明日やります。で明日もうすぐやって、もう編集出して土日に出そうかなと思って、もう今週の出せる努力する、うん、頑張って編集やります。はい、で予告もう一つなんですけど、スプラトゥーンあるじゃないですか、スプラトゥーンいっぱい、ね、今までキルシューとか出していたんですけど、ゲーム実況ができるようになったんで、任天堂ダイレクト前見た人は分かると思うんですけど、エキスパンションパスでサイドオーダー、あれも一応ゲーム実況する予定です。まあ、めちゃくちゃ楽しいんだから、めちゃくちゃ気になって楽しいんだから、せっかくなんで2、これスプラトゥーン2じゃない、間違えた、3、エキスパンションパスやりたいと思います。スプラトゥーンに関してはこれだけかな。でキルシューとかも、もし、まあ、出してほしいっていう人いないかな、なかなか、まあ、出してほしいっていうなら出します。でここだけやりたい動画があって、なんか今後スプラトゥーンでちょ暴れんといて、今暴れんといてごめんね。今後ね、サイドオーダーの動画見たらさ、マニューバーがすごいメインになってたじゃん。それにちなんでクワトッパすごい使ってるじゃん。キルシューとかよく見る人分かるんだけど、マニューバーめちゃ好きなんだよ俺、ゲームでスプラトゥーンで。せっかくならちょっとこの録画の機能使って強くなる方法、まあ強くなる方法って言い方なんか良くないかな、あんまり。上手くなる方法っていうのを俺なりには頑張って教えたいなと思う。いいと思う。俺ただこれやりたいだけだから、全員上手くなるわけじゃないけど、まあ絶対じゃないけど、まあ上手くはなります。そういう動画もですね、作りたいなと考えています。でですね、この予告が最後です。はい、予告最後なんですけど、この予告が最後で、ですね、ルイージマンションあるじゃないですか皆さん。ルイージマンション2、任天堂このダイレクトで言ってて、2のリメイク版がどうやらスイッチで来るらしい。俺この時めちゃくちゃ興奮して、俺 3DS のゲームで一番何プレイしたかって言ったら、俺妖怪ウォッチとルイージマンションが並ぶぐらいやってんのよ。マジでやってて、なんだっけ、タワーティラーだっけ、何回連続でいけるかみたいなマンション、それもめちゃくちゃ俺やってて、多分もう何回までが覚えてない、結構俺何回か行ってた覚えがあるんですよ。うわ、やりてえと思って、でこれもせっかくならゲーム実況やろうと思って、ただもうやる、俺ルイージマンション2めちゃくちゃやってるから、まあまあ話の内容知ってるわけない、ただやるだけじゃここで面白くないなと思って、せっかくならルイージマンション2やったことがあるなら、一度も死なずにルイージマンション2クリアできるだろうっていう企画をして、死んだらリセットルイージマンション2をやろうと一応考えています。今のところね、もう知ってるからね、俺もうルイージマンション2めちゃくちゃ本当に知ってるから、もうできるっしょ、もう全部と思ってるから、俺マジで自信あるから、ね、これぐらいかな、まあ、死んだらリセットルイージマンション2やろうと考えています。あとでルイージマンションでもう一個予告、最後って言ったけど、もう一つだけ予告があって、クリア後じゃなくて、さっきテラータワーって言ったじゃん、テラータワーでせっかくなら生配信したいなって思って、せっかくね生配信をしてみんなとやってちょっとやりたいなと、もしね、この俺の何十人しかいないね、このチャンネルの人がね
できれば一緒にやりたいという人がいれば一緒にやろうということで、生配信をちょっとしようかなと思って、せっかくなのでテラータワーで100回超えとかそういうの目指してみたいと思う。今のところに予告特徴は、まあ、それぐらいかな、うん、テラータワーみんなで100回超え目指そうみたいな、そういう生配信もやろうかな。あとこの100回超えがクリアできたらカンストとかやってみたい。彼がカンストって俺やったことないの。カンストってどうなんだろう、ルージーマンション2ってカンストあんの、あのゲーム。とりあえずそういう感じかな今のところ。本当に今こんな感じ。今この予告が終わったら次の日すぐにもう朝から動画撮りまして、めちゃくちゃピクニックも楽しみです。本当にルージーマンション4はあのこんだけ話してたらなんか見てんじゃないの、攻略法見てんじゃないのとか、お前見てんじゃないのとか思ってる人いるけど全然見てません。本当にほぼって言い方も変だな。ちょっと友達からどんな感じって聞いたぐらいかな。あの敵、あ、例えばあの敵いるとかあの敵いないとかそういうのは全然聞いてないんで、なんか任天堂が公式に出してる CM とかほぼ見てる。うん、本当にこんだけかな。マジでこんだけで、本当にもう今録画ができましたということで、録画ができるようになったっていう状況なんで、でもううん、本当に今もうこれで言うことないんだよね。ということでね、もうピクミン4みんな楽しみしててね、マジで今週中に頑張って動画出します。で何分ぐらいかな、もう10あのね結構やっちゃいそう、これピクミン4、ま、ピクミンマジ好きだからさ、本当にやっちゃいそうだから、まあ何十分になってもまあ見てくれよみんな、本当に見てね本当に。そんじゃあね、じゃあ今日はここら辺かな、予告、本当に予告だけなんで。ということでまあ次ピクミン4で会いましょう。それじゃあバイナラ。